ハイエブリワンリシス t キ。Hi, 皆様は、マリーナポポピッチという女性をご存知でしょうか まあ、ソ連の方なんですが、なんとソ連軍で長年テストパイロットとして、まあ、栄誉を受けた女性なんです、この画像の方なんですが、まあ、凛々しい女性といったところでしょうか、ソ連軍が持っているミグ戦闘機、ミグっていう航空会社があって、そこが作り出すミグ戦闘機って、たくさんの何世代にもわたって作られてきたんですが、なんと40種類以上のそういった戦闘機や航空機を、 彼女はテストしてきたっていうんですよね。命がけですね。運用される前の機体をテストするので、しかも戦闘機ですからスピードが上がってる中で不具合が生じたり、それでテストパイロットは何名も命を落としてきたんですけども、彼女は無事に生還を果たし、マダム・ミグという愛称まで持っている方なんですね。で彼女はまあソ連では社会主義。 労働の英雄として表彰されました。さらに2007年になって、生涯にわたる国家への貢献が評価され、プーチン大統領から勇気勲章も授与されたそうです。勇気100倍の勇気勲章っていうのがあるんですね、まあ。素晴らしいんですけれども、彼女は1955年にソビエトでも有名な宇宙飛行士、パペル・ポポビッチさんと結婚して、マリーナ・ポポビッチという名前になったんですけれども、まあ お二人の娘さんに恵まれているということです。で、旦那さんのポポビッチさんは、すごく最初の初期の宇宙飛行士で、人類初の宇宙飛行士になるところだったんですけれども、あ、こちらも彼女ですね。なんと彼女はですね、軍を引退した後、UFO 研究家に転身したんです。で、これはですね、夫によるところも大きいんですけれども、夫ポポビッチさんは、 実はユーリガガーリンと競っていて、ユーリガガーリンに負けてユーリガガーリンが宇宙に飛び出したんですね。ユーリガガーリンって言ったら人類初の、まあ一応宇宙空間に到達した宇宙飛行士ということで有名なんですね。もしかしたらユーリガガーリンではなく、このマリーナさんの旦那さんのポポビッチさんの方が有名になっていたかもしれないということなんです。旦那さんのパペルポポビッチさんは、 1984年に宇宙飛行士を引退されました。その時、ソ連から異常航空現象調査委員会に割り当てられた UFO チームの責任者になりなさいという命令を受けて、なんとソ連の UFO チームの責任者だったんです。この旦那さんの方が。で、宇宙のミッションに関わるものも含めて、まあ、多くの UFO の活動が記録されている、そんな部署にいたんですね。 2009年に旦那さんの方はお亡くなりになってるんですが、亡くなる前に実は自分も何度か UFO を見たし、アメリカに行った時に科学者と一緒に乗った飛行機の中で、飛行機から三角形の UFO に遭遇したということも話していたそうです。で、マリーナさんは現役のパイロットだった時から、同僚のパイロットからたくさんの UFO の目撃情報を集めてたそうなんですよね。 だから2014年になって彼女はアメリカに対してロシアって UFO に関してはすごく緩くてどうぞ話してくださいっていう雰囲気らしいんですね。だからロシアと同様にアメリカもパイロットや宇宙飛行士が UFO を自由に報告できるようにしなさいみたいなめそういったメッセージも与えてるんですよね。つまりアメリカは2014年あたりまでは自由にパイロットが UFO の話をできなかった。 空気があったということがこれでわかるんですけど、日本はまだまだそういう空気があるようですね。日本の航空会社に勤めてるパイロットの方々も、実は引退する前に、あの UFO って本当にいるんですかねみたいなことを話したら、いるに決まってるよく見るよみたいな話するらしいんです。でも会社には言えないから、引退したから今言えるけどね、みたいな方が多いらしいんですよね。主秘義務があるので、引退した後も公には言わないけれども、何度も 日本のパイロットの方々も変な物体には遭遇してるらしいですね。で、彼女いわく、実は KGB、まあ、当時 KGB というスパイ組織ですね、ソ連の。で、その科学者とともに、実はたくさんの UFO のかけらを集めていて、分析しているんだということをおっしゃってるんですね。で、3000人を超えるソ連のパイロットが、自らの目撃情報を彼女の夫が引いてた。 UFO 研究家のチームに報告してきたと言うんですねで宇宙には意識の高い人々がいるということを彼女ははっきり言っていて、彼女自身もバミール高原っていう高原の空にぶら下がってる巨大な球体、すごい丸い球体があるんですって。あるいは長い飛行船、UFO など、いくつかの UFO を自分自身も見てきたと言うんですよね。で えー、1997年に行われたインタビューの中では彼女は現役当時ミグ21戦闘機を操縦中に空飛ぶ円盤としか言いようのない明るく照らされた物体を見たと最初は敵敵かと思ったんですけど実際は UFO だったと述べておりますねさらに彼女によりますとソ連の空軍と KGB 旧ソ連のスパイ組織ですね UFO が 墜落した5カ所から UFO の断片を持ってきたということを述べてるんですけれどもその場所がノボシビルスクというところとあのツングースカ有名になりましたねものすごい爆発があった場所なんですけれどもツングースカは UFO が絡んでると彼女はおっしゃってますさらにはエストニアのタリンというところエストニアはバルト三国でもうソ連から独立したんですが当時はまだソ連の領内でしたねそれから コーカサス諸国っていうところがあってそこもですね一部ソ連の領土だったんでもう現在は違うんですけどもそこのオルジョニキーゼという場所ですそれから、えー、ダリネ・ゴルスタという場所この5か所から UFO を墜落した時に破片を持ってきて KGB や科学者たちがその分析に当たってるっていうことを話してるんですよね。で彼女の話で一番興味深いのは彼女の夫あの宇宙飛行士だったポポビッチさんですが。 そのソ連の国家から命令されて UFO のチームのリーダーになったんですがそのチームリーダーの,の UFO チームの資料を彼女は自由にアクセスできたって証言してるんですねこれがですね本当かなと思うぐらいすごいんですけど例えばアメリカとか日本でも夫婦であっても機密情報は漏らしてはいけないっていう守秘義務があるんですね。その守秘義務に違反したら もう一生なんていうんう、その仕事に就けないですしいろいろと不具合が出てくるんですけれども彼女曰く夫の仕事の資料これ、私は自由に見れたもちろんです、ね、このポポビッチさんくらいの国家に貢献した英雄ヒーローなので彼女、ヒロインです、ね、なのでだからその特権なのかなと思ったりするんですがそういったお話も残しています。 でそういった大々的に発表したりする彼女だったんですが、まあ、本も書かれているらしいんですけれども、その中にはやっぱりフェイクニュース偽物の UFO の話を持ちかけられてそれを本物だって発表したりするので彼女の話は嘘だってこう言われたりするんですけれどが、まあ、たくさんの資料の中の一部、もしかしたら本当の情報が紛れ込んでいるんじゃないかって陶器なんか思うんですよね。 まどうなんでしょうか、まあ、皆様は今回のお話どう思いましたでしょうかもしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。